カパーウのカメハメハダ洋像、プーコホラヘイアウコハラは、アメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島北西に広がる地区。ノースコハラとサウスコハラに区分される。地質学的に、ハワイ島で最も古い地域であり、戦士時代のヘイアウやペトログリフが数多く残されている。また、ハワイ王国の初代国王カメハメハイ世の生誕地でもあることから、地元住民からは、 神聖な地とされている。北小原地区は、ハワイ島の最北西に位置するノース小原は、小原山無役北部に位置する地区で、砂漠と渓谷が広がる。もうきに平野うやら、パカヒ州立歴史公園などで、ハワイの選手時代の遺構を見ることができる。ハビは、かつては、佐藤キビプランテーションの労働者が居住していた、シュガータウンの一つであったが、小原シュガーカンパニーが1975年に、 政糖工場の創業をやめて、以降は人口が減り続け、現在は1000人弱の住民が居住している。町の近郊に、ウポル空港、ハビ風力発電所がある。カパーウは人口1160人が居住する、ノースコハラ最大の町であり、ノースコハラ市民センターの前に立つ、カメハメハ大王像で知られる。1883年に、 ホノルルの市街地に設置されたものと同じもので、1880年、アメリカ人彫刻家、トーマス・グルードによって作られたものである。ホノルルのカメハメハ大王像は、本像が輸送中に、フォークランド沖で沈没したために再度オリジナルの型から複製されたものであり、カッパーウの像は、海底から引き上げられた後に、カメハメハ一世が幼年期を過ごした地であるカッパーウに、設置された。 その他、カメハメハ一世が力を誇示するためにビーチから運んだと言われるカメハメハ大王の石などがある。この地区の高校、小原高校もここにある。マカパラはポロル渓谷の近くにある小さな町で約200人が居住している。かつてハワイへやってきた日本人移民たちの古い日本人墓地やケオケアビーチパークと呼ばれる小さなビーチパークなどがある。 ワイメアは、東の広から北回りで、西のカイルアコナへ行く、主要道路ハワイ州道19号線上にあり、北のハビカパーウェ行く、ハワイ州道250号線の出発点にも、なっていて、交通が比較的便利なところにある。マウナケア山とマウナロア山に挟まれた町で、風が強い。パーカー牧場などがあり、牧畜や農業も盛んで、 比較的裕福な人たちが住み、カヒルシアターでの劇、映画、音楽会、ミュージカルなどをサポートしている。南小原地区は南に北ナ地区、西に浜ア地区と接しているサウス小原はカウナオア湾に面した地区で、ハワイ島のゴールドコーストとして知られる。この由来に関しては、黄色ハギが数多く生息しているためとする説や、 ハプナビーチに面した高級リゾートから来たとする説など、いくつかの説がある。複数のゴルフコースやビーチパークの他にプーコホラヘイヤウやプアコペトログリフ、自然保護地域、ワイコロアペトログリフ自然保護地域などの史跡が残されている。サウスコハラを南北に貫くクイーンカーフマヌハイウェイに、沿った地域開発が行われている。ワイコロアビレッジは、 人口約4800人が居住するサウスコハラ最大の町。同じアフプアーに属する夏季のワイコロアビーチから少し離れたところにある。ワイコロアビーチは特に観光産業に特化した構造になっている沿岸部を指し、ワイコロアリゾートエリアとも呼ばれる。1988年に3億6000万ドルをかけて建てられたホテルは、 当時、世界最大の公費がかけられたと言われたほどの豪奢なホテルである。また、沿岸部から少し奥まったところにある溶岩原には16世紀に来られたとされる人間や鳥、カヌー、英語に影響を受けた文字などのペトログリフが今も残されており、ワイコロアペトログリフ自然保護地域として保護が行われている。プアコは、 人口約450人の観光ルートから外れた小さな集落であるが、集落の少し北にマウナケアビーチホテル、ウェスティンハプナビーチリゾート、ハプナビーチにはフェアモントオーキットホテルがあり、集落の南にはマウナラニベイホテルがある。溶岩とサンゴの塊からなるパホエホエ海岸に面しており、巨大なタイドプールでは多数の生態系を容易に観察することができる。また、 ハワイ島で最も多くのペトログリフが残されている、プアコペトログリフ自然保護地域では3000以上のペトログリフを観察することができる。カワイハエは、ノースコハラとの境界近くにある、遠洋商業港町である。近くのプーコホラと呼ばれる場所に、カメハメハダヨウが1791年に行く区会リモクを祀って建てた、プーコホラヘイヤウという国立史跡がある。 タブーの廃止を掲げたカーフマルによって1819年に取り壊され、現在は石の基盤のみが残されている。ありがとうございます。